現状悪化、ファンからはその場しのぎの補強、場当たり的な起用法で強くなる未来が見えない。立浪監督はもう限界、変えるべきでしょうなど批判の声が高まっています。チーム再建の期待が大きかった分、ファンの失望感も大きいのでしょう。守備力と走力への意識を重視したチーム改革で選手の能力を引き出している日本ハム新庄監督と対照的、中日も選手個々の能力は決して低いわけではないのですが、2年連続で今年も最下位に沈むようだと、来年も立浪監督が指揮を取ることに疑問、声が当然上がる、責任問題になるでしょう。星野、山田、落合といろいろな指導を見てきたはず。星野はミスしてもすぐに起用していた。山田は福留を外野へコンバート、二遊間を洗い場に固定させて強くなる。落合は練習強化、一芸のある選手を起用して黄金期を作り上げた。立浪はこれら状況を目の前で見てきた。いろいろな状況を今一度思い出して指導をしてほしい。監督のみならず球団フロントの問題だと思います。今回のトレードにしても、昨年オフの来季編成の時点で捕手と左腕が足りないことは分かりきっていたこと。捕手は田村が取れると失敗し、左腕は復帰したばかりの福頼みでしかない。だからこそ強打を出してまで砂田を取って、野手転向の軍事に捕手再転向させたはずですが、砂田は機能せず、捕手再転向させた軍事は放出し、しかもワンポイントタイムと斎藤を取るために若手有望株の山本まで失った。明らかに球団の編成能力と危機管理の欠如だと思います。会社の体質が良くないという声があるが、結果が残せないのは監督の責任でしょう。結果が良ければ監督のおかげ、結果がいいのであれば監督が評価され、結果が残せなかったら他人のせいというのは納得できない。ここまで B クラスになって10年、以前の監督の積み上げてきたものもあるのだから、奮起して頑張ってほしい。名選手が名監督になるとは限らないから。しかし同じ新人監督として、どちらもコーチなど指導者経験なしから監督になった新庄とは大きな差がついてしまった。選手の伸ばし方という点については新庄の方がずっといいし、チームを盛り上げるのもうまい。ここに来ていいサイクルになってるのも、選手も良くなったし、結果チームも強くなってきているから試合が楽しいのだろう。なんか重苦しいだけの中日とは対照的だ。立浪は指導者経験が必要だったと思います。選手の育成、チーム作りが下手な印象を受けるのは、軍事他若手の活用を見ればなんとなくわかります。勝ちたいのはどの監督も一緒だろうが、将来を見据えた我慢が立浪監督にはない気がします。